クエード・クーパー。クエード・クーパーは、ニュージーランド出身のラグビー選手。ポジションは、フライハーフ、インサイド・センター。1988年4月5日、ところアで生まれる。身長186センチメートル、体重92.5キログラム。相性は、QC、クープス。クルセイダーズのショーン・マイトランドとはいとこ。競泳女子オーストラリア代表のステファニー・ライスと、 交際中、ニュージーランドのフォレストビューハイスクールから2001年、オーストラリア、イーストブリスベンのアングリカンチャーチグラマースクールに転校する。2005年、2006年と2年連続でラグビーオーストラリア高校代表に選出される。高校代表では、キャップ数記録を塗り替える。2007年、19歳以下代表に選出。 19歳以下の大会終了後、スーパー14、現、スーパーラグビーのレッツと契約、スーパー14デビューの前に2006年11月10日、レッツ対ラグビー、日本代表に出場している。2008年、ワラビーズに選出、11月8日のイタリア戦で代表デビュー。2010年、スーパー14の最優秀選手受賞。翌2011年のスーパーラグビーで、 レッツ初優勝に貢献する。2019年トップチャレンジリーグ近鉄ライナーズに加入。2010年8月クーパーがラグビーリーグに転向して2011年に NRL のパラマタイールズと契約するという噂が流れた。ワラビーズでのポジションが安定していないことが理由に挙げられた。イールズ側は3年で150万ドルの契約条件を提示。 しかしクーパーは9月、ユニオン協会と1年間の契約延長、2011年以降も、ワラビーズとレッツでのプレーを希望した。ありがとうございます。